りリカちゃんかわいいよ。鏡と一緒にお持ち帰り。かわいいモードのレナと組めば僕のチームの優勝は動きませんのです。レナとリカちゃんみっけ。ここで会ったが100年目。早速おじさんたちの餌食になってもらおうかね。兄ちゃん、悪いけど兄ちゃんには渡さないよ。それに鏡が必要な願い事なんてないでしょ。そんなことないよ。私にはどうしても叶えたい願い事があるんだよ。俺だって願い事の一つや二つあるぞ。平一はともかく、ミーの願い事は自分の力で叶えなければいけないと思うのですよ、ミー。なんだよ、ミオンの願いって。それはケイちゃんには関係のないことだよ。なんで隠すんだよ。人には言えないようなことなんか。秘密の一つや二つあったっていいでしょ。仲間割れしている場合じゃないのですよ、ニッパーン。そっちが揉めている間に勝負はレナがいただき。レナがきっと勝ってお持ち帰り。すみませんね、ちょっといいですか。あなたたち、ダム建設現場跡地から消えた魔法の鏡のことで何かご存知ありませんか。それって部活の優勝商品になっている鏡のことですか。そうです、そうです。いけませんね、勝手に持ち出したりしちゃ。あれは大事な証拠品なのですから、警察にちゃんと届けてもらわないと。みー、大石に渡すとよからぬことに使われてしまいそうなのですよ。
よからぬことなんて人聞きが悪いですね。私はちょっとだけモテモテになりたいだけですよ。大石さん、何ですかそれは。そういう赤坂さんだって、魔法の鏡さえあれば大切な人ともう一度会えるかなとか、なんとか言ってたじゃないですか。それは。なるほど、赤坂も自分の願い事を叶えるためなら悪に手を染めてもいいと考えたのですね。そういうつもりは。人間の欲望とは罪深きものなのです。リカちゃん、悟りを開いてないでさっさとやっつけちゃおうよ。レナがきっと勝ってお持ち帰り。いくよ、見たくない通らない。お二人さん、ちょっといいかい？いきなりだけど、私たちも部活に入れとくれ。お願いします。みーちゃんのお母さんと笠井さんが、なんでうちの部活に？実は、優勝商品の鏡が必要になりまして。今、うちの組の中でドンパチが起こっていて大変なんだ。鏡の力でも使わないと沈められそうにないからね。
何やら今度は深刻な悩みのようなのです。レナさん、リカさん、私たちを部活に入れていただけますね？それは構わないけど、だからって容赦はしないよ。その先組も大変かもしれないけど、それとこれとは話が別なんだからね。上等だ。こっちは鉄火場を幾度もくぐり抜けてるんだ。鏡は絶対に手に入れてやるよ。私にお任せを。レナがきっと勝って、お持ち帰り。いくよ。痛いぞ。こんなもん。問題ありません。まだまだ余裕だな。もうさすがに。ここにいるサトシ君は仮の姿です。だからきちんと再会を果たすには鏡の力がどうしても必要なんですよ。みー、ここにもまた己の欲望のためなら不条理など厭わない人がいるのです。サトシ君とシーちゃんのことは応援はしてるけど、鏡はやっぱり渡したくないな。そうですか。サトシ君のためにおとなしく危険するつもりはないって言うんですね。だってレナにだって叶えたい願いがあるし。やっぱり戦って勝ち取るしかないか。純真一途な乙女の恋心を理解できないなんて、
こうなったら二人に愛の力を見せつけてやりますよ。Come on!
騙して巻き込むなんて、羽生もしたたかなやつなのです。自業自得なのですよ、ニパーン。あと一戦で優勝かな、かな。案外楽勝だね。ウィン、一番鏡に関心を持っていそうな人たちがまだ現れていませんのですよ。誰のこと？魔法だの、都市伝説だのといったオカルトが出てきたとき、必ず出てくる人なのです。ん？姉ちゃんたち、すまんね。この子のうち、どこか知っとるんね。え？あなたは確か、植木屋のおじさん？いやいや、ちょっとこの子、迷子みたいなんよ。私のお家、どこか知ってる？はぁー、迷子かい！お持ち帰り！ちょっと、この子に手出さんといてや。奥の木さんって優しい。あ？そうかね。あれ？この子、どこかで見たような気が。お姉ちゃん、私を知ってる人？なるほどね。不思議な運命のいたずらもあったものね。リカちゃん、何か知ってるの？いいえ、僕の気のせいみたいなのです。ニパーン。なんね、あんたらもこの子のうちは知らんかいね。ああ、願いが叶う魔法のなんとかでもありゃ、この子うちに返してやれるんやけど。願いが叶う魔法の鏡ならありますよ。部活の優勝商品なので、僕たちとのバトルに勝ったらもらえるのです。ちょっと、リカちゃん、その方が面白いのです。それにレナ、バトルに勝てばこの子をお持ち帰りすることもできるのですよ。本当？帰り。って、だから勝手に抱きつくなっての。ああ、こうなったらそのバトルとやらに勝って魔法の鏡をいただいてやんね。頑張ろうね、おこのぎさん。きっと買ってお持ち帰り。
なかなかどうして。いよいよレナの願いが叶う時が来たんだね。レナの願いは一体何なのですか？それはもちろん、リカちゃんとかミヨコちゃんとかサトコちゃんとかその他いろんな人形とか世界中の可愛いものを全部お持ち帰りすることだよ。私、レナさんにお持ち帰りされてしまうの？そう、ミヨコちゃんはこれからレナのお家のお庭に飾られちゃうんだよ。レナ、変な野望はダメなのです。本当にやると犯罪者になってしまいますのですよ。そうよ、人さらいはいかんねえ。どうしたの、植木屋さん。なんだか青い顔しているみたいだけど。なんでもない。とりあえず俺はこの子を家に返してやりたいだけなんよ。私、お家に帰りたい。レナ、欲望に負けないでくださいなのです。リカちゃんまで。姉ちゃん、頼むわ。お願い、その鏡でこの子を家に返してやってくれんね。お願いなのです、レナ。ありがとう。ミヤコちゃんがお家に帰れますように。ありがとう、レナさん。ありがとう、おこのぎさん、リカさん。みんなありがとう。さようなら、さようなら。元気でね、ミヨコちゃん。大きくなれよ。退屈しのぎはまだまだこれからだけど。いいことできてよかったね、リカちゃん。行きはよいよい、帰りは怖い。あの子が行き着くのは一体どんな未来なのかしら。リカちゃん、we'll be right back.